オスラービアは、ロシア連邦の大型揚陸艦である。艦名は、クリコボの戦いにおける、ロシアの英雄、ロジオン・オスラービアにちなんだもので、歴代のロシア艦艇に使用された由緒ある、艦名である。ロジオン・オスラービアは、モスクワ大公国の保護下にあったイタリ製三者製、セルギー大修道院の修道士で、1380年に、大公ドミートリー・ドンスコイがママへ汗引きいる。 ジョチュウルスの軍勢と対峙した際、アレクサンドル・ペレスベートと共に、モスクワ軍に参加、タタールの首輝きからの解放の契機となった、この戦いにおいて大きなる武功を挙げた。ロシアでは、伝統的にオスラーベアとペレスベートの名を艦船名に用いており、大型揚陸艦オスラーベアの姉妹艦も、ペレスベートと命名されている。歴代の艦の中では、共に、 日露戦争に参加した戦艦の名として知られている。オスラービアは、ポーランド人民共和国で開発された775号計画型大型、揚陸艦の14番艦、BDK-101 として、グダニスクのベステルプラッテの英雄記念北造戦所で建造された。工場番号は、ナンバー775-14であった。1981年12月19日に、 巡航するとソ連海軍に引き渡され太平洋艦隊に配備された。1985年から1986年にかけて、また1990年から1990年にかけての期間、BDK-101 は軍事任務を帯びてインド洋航海に赴いた。1986年の任務ではイエメン紛争の勃発に伴い、同国から ソ連市民を救出するため南イエメンのアデンに赴いた。エチオピアエリトリア国境紛争に関連する1991年の任務ではエチオピアのノクラからソ連市民を救出した。1994年6月10日に撮影された BDK-101 その年末にソ連は崩壊し、BDK-101 は所属をロシア海軍に移すこととなった。その後、 BDK-101 は1996年と1997年、1999年にカムチャツカ半島で艦隊内での物資輸送に用いられた。1999年末にはブラジボストークのダリザボートにてオーバーホールを受けた。2006年2月17日には艦名はオスラービアと改めた。なお、両艦。 BDK-11 もこの時ペレスベートに感銘を改めている。ありがとうございます。